劉備は長藩に押し寄せる曹操の大軍を振り切り河口へと渡った。そこで諸葛亮は孫権との共闘を提案、自ら使者となり呉へ向かう。時を同じくして孫吾には曹操から降伏を勧告する書状が届く。孫吾の家中はこれに屈するか抗うかで意見が対立していた。降伏派が多数の中、大都督である周瑜と呂宿は交戦を主張。呂宿の案内で現れた諸葛亮の働きもあり、孫権は交戦を決意する。劉備は孫権と会し、反曹操の同盟を結んだ。時を置かず、曹操は慶州から大船団を率いて長江を進軍。これを迎え撃つべく、諸葛亮は周瑜、呂宿らと渾身の策を練る。時を利し、地を利し、人事を尽くして曹操に勝つために、張允、諸葛亮、劉備が赤壁にその力と志を燃やす。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の大景を描きましょう。あなたが劉備軍の軍師、諸葛亮殿か。周瑜殿、すべては先だってお送りした書簡の通り。まあ固い固い。共に戦おうという話をするのにそう構えることはない。そうでしょ、周瑜殿。そうだな、呂宿。書簡には目を通した。なるほど、劉備殿にも我ら孫吾にも理のある話だ。曹操の勢いをくじき時を得る。そこに我らの利害は一致する。だがそれが全てではあるまい。例えば我ら孫吾とは違い、劉備殿にはよって立つ地がない。それこそがあなたの狙いではないのか。まあまあ、全てを語るなど無理なことならばそこには触れずにだな。だが我ら孫吾としてもこの同盟は望むところ。決戦の地は赤壁。我らの地位をもって曹操の大船団を沈めるのだ。孫権、大都督、周瑜。この一字の命運、どこまで読まれているか。いいえ、今はこれが唯一にして最善の道。すべてはこの一戦の勝利から始まるのです。元明、南方より曹操軍が上陸。祈祷所に向かい進軍しています。私の祈祷、冒頭の連覇、孫吾の家系図、これらを守り曹操軍の戦に対します。ここで祈祷の集中を要します。祈祷所周辺の敵数値を上げましょう。Thank you.
あと少しです。祈祷はなりました。これで私たちに風が吹きます。上所が言っていた諸葛亮とは貴様か。その違いこの芝忠達が試してやるとしよう。ここですね。今の方が新しい軍師だろうか。何だか最近の練習しています。ほう、そこそこできるようだ。しゃっ、次に貴様と戦う日を楽しみにしておこう。鮮やかな引き際ですね。芝中断す、覚えておきましょう。先ほどのものを序章がお口にしていました。ならば本当の方も危ないかもしれません。敵の船を伝え敵船団に渡りましょう。本当を助け連艦の計を成立させます。おう、頼むぞ。ここは俺たちに任せてくれ。行け！イカズチ！
離れないから風で燃え広がる。
がってるだけ。それ寂しいね。超人間がお相手しよう。この炎こそが劉備殿の道を照らすかがり火ですね。さあ行きましょう劉備殿。次の戦はすでに始まっています。え、もう行っちゃうの？ああ、すまない将校殿。いずれまたお目にかかることもあろう。劉備殿。おお、上昇か。あの日、劉備殿と共に深夜をかけ、今、曹操の陣からこの石壁を見た。俺は、自らの心を欺いていました。俺があるべき場所は、ここなんです。孔明のように策の実現に徹しきれない。俺は甘い人間です。けれど、俺を使ってください、劉備殿。俺もあなたの道を照らし、一緒に。ようやく言ってくれたな。待っていたぞ、上昇。私と共に歩んでくれ。大河は男たちの気迫を映し、炎は男たちの治癒を照らした。劉備と孫権の連合は曹操軍に大勝。曹操の南進は収束する。しかし、ただ曹操を追っただけでは、劉備に飛躍の時は訪れない。諸葛亮は孫吾の隙を突くと、諸将に命じ、慶州の各地を占拠。劉備が地を得るまで慶州を借り受けたいと孫吾に申し出た。孫権は初めこれを不服としたが、呂宿の取りなしで了解を得る。またこの頃、深夜で劉備を導いた叙書が帰還。さらに宝刀、甲冑、義円といった英傑が劉備のもとに集う。飛躍の時を目指し、次第に力を大きくする劉備。そこへ関係の強化を図る孫吾から縁談がもたらされる。かくして劉備は孫権の妹孫昌公をめとることとなった。あのお嬢さんも大変だね。乱世の花嫁なんていろいろ背負わされるだろうに。お主の目は節穴じゃな、見てみやあの二人。
これはついている者同士にしかできん顔じゃ。劉備、結婚めでたい。ああ、なるほどね。おや、ここまでは順調ですね。劉備殿、次の一歩が劉備殿にとって最大の試練です。